はい、皆さんこんにちは、劇団おじいです。さあ今回はね、こちらになります。1台大学の車載スマホホルダーになります。これね、安いよーっていうね、修理情報になります。はい、どんなものか見ていきましょう。ダン、ね、はい、こんな感じ。もうみんな見慣れてるよね。そう、車の中でスマートフォンをね、こうパッてこう置いとくのにあったら便利なものになります。はい、これ今ね、ここ吸盤でペタッとこうダッシュボードにくっついてるんだけど、まあいろんな付け方ができます。このエアコンの吹き出し口とかね、いろいろ使うことができます。はい、で全方位自由調整ということで、これ実はね、ここは 16.5 センチなんだね、ここがね。でこれ360度にぐるぐる回ったり、これ270度にね、角度調整することができる。でもちろん縦横もこうやってね、自由自在だよってことなんだね、うん、はい。で安定感抜群ということで、まあ、スマホのこれをね、エアコンの吹き出し口にね、これスマホとって書いてあるけど、これエアコンの吹き出し口だよこれね、そこのところにこうガツンとつけられるよっていう。デビューの場合ね、ちょっとこう丸いからこうなってないからね、つけられないんだねこれね、うん、あ、これつけられるのかな、ちょっと試してみようかな、おじいもね。それで、まあ、取り付け簡単なんだね、中からこのパーツとこのパーツどっちかを入れ替えて、リングがあってバチャンってこう、要はツインワンみたいな感じだね、選んで使うことができるみたいです。エアコンの吹き出し口、まあ、これが一番おすすめだよね。それでこのダッシュボード上、まあ、これはね、運転で視界の妨げにならないね、でないと違法になる可能性があります。これね、付け方によってはね、上にやるとこれ視界に入ったらダメだこれね。でフロントガラス、これは今もう違法なんで、道路交通法違反なんで、フロントガラスにつけてはいけません。これはもう今ね、ダメですこれね。はい、そんな感じで幅広い交換性ということで、滑り止めのデザインになっていて、スマートフォンがね、ポロリを防止してくれます。でここポロリ防止のちゃんと受け台があるんだね、ここね。で調整が可能だそうです、幅がすごいね。で上質のエアシリコンがペタッと貼り付いて吸着するんだねこれね。でここに1秒で開く、ポワッ、ね、便利だねこれね。はい、でアップグレードした超強力ゲル吸盤、落ちない運転邪魔しないっていうことでね、水で洗うとこの吸引力が復活するそうですこれね。で隙間まで入り込む真空構造だ、ダッシュボード上のポコポコしたところでも大丈夫ってことなのかな、よくあれ剥がれちゃうけども ね、うん、ね、設置が簡単、あ、そうだね、ここ真空状態にペコってやるのもね、ワンタッチだよって感じ。こうやってやるの大変だけどね、うわー勝てーってなるけど、これパチンだから簡単そうだねこれね。はい、どんな場所でも大活躍ということで、そうなんです、実は車の中だけではないんですね。こうやってテーブルの上で使うのにめちゃめちゃ重宝なんだね。おじいの場合どっちかっていうとね、こういうところテーブルにくっつけて使う方が多いかな、車の中よりもね。まあずっと引きこもってるからねおじいの場合はね。はい、それではね、実際にオープンボックスしてみましょう。こちら、はい、アングル変えました、見えますかね。アマゾンの箱の中にね、この箱が入っておりましたね、無地ですこれね。じゃあこれを開けましょう。あ、ここね、テープついてた、テープ、よいしょ、このテープ取らないと、ちょっと待ってね、よいしょと。はい、このテープを取って開けまーす。ででれーん、こうかな、ででん、はい。でこの下に、はい、ジャパニーズランゲージのマニュアルね、ちゃんと分かりやすく書いたね、車載スマホホルダー2 in 1って感じだね。で結構マニュアル分厚いんだけど、これマルチランゲージになってるんだねこれね。で日本語マニュアルがこの真ん中までね、ここまでになっております。でもこんだけあればでも上等だよね。使い方がほら詳しく写真付きで書いてあります。これだったらもう迷わないね、うん、はい、じゃあ本体の方を見ていきましょう。よいしょ、はい、何やらね、いっぱいこうパーツが出てきてるんだけども、ね、よいしょ、はい、こんな感じかなね。それで今回は 2-in-1 なので、まあ、これはないとね、仕方がないんだけども、こっちで使うか、それとも、この吹き出し口のやつだね、こっちで使うか、ね。これは、
エアコンの吹き出し口に使う場合にこれ引っ掛けるやつだね、これはね、うん、ここのところこれね、おいしょ、ぐる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 ってやるのかな、これ、こう、ちょ待て、よっ、お、お、ちょっと待て、これ、これどうすんの、どうやって引っ掛けるの、これ、そのままカチンってくっつけて引っ掛けるだけ、これ、ちょ待てよ、ね、エアコンの吹き出し口用は、これは、このまんまダイレクトなんだね、これ。そうなんだ。これ、エアコンにつける場合は、こっち側を多分こういう緩めるんだよね。これ、パチンと入れて、で、くるくるくるっとつけると、はい。で、一応ね、角度調整はできるんだけど、ここに引っ掛けるんだね、これね。エアコンの吹き出し口のところでね、カチンって感じで。へぇー。まあ、おじいはこれ使わないけど、よいしょ。はい。ということで、今回は使うのは、こちらになります。これね。で、先にこれね、パチンとつけて、くる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 っとして、はい。まず1点、ここだね。ここで、あ、角度調整ね。そうだね。角度調整、これ、結構十字架にできるよね。じゃあ、ちょっと吸盤の威力を確かめてみようか。これ、吸盤。おー、結構強力だね、これね。で、これ、パッチンってなって、上に上げると、上に上がって、下に行くと、これが上に上がるのかな。こうかな。これを、こうして、下に行くと、ロックなのかな、これ。本当？上にやると外せんの？よ、本当？よ、あ、本当だ。これすごいね。この吸引力はすごいね。まあ、もともとは知らないけど、パワーアップしてるっていう感じはするよね。はい。それで、この角度調整は、自由にこうやってできるわけだね。前も後ろも。だ、横にして、まあ、かなりベタ付けすることができるし、あとこれ下に向けて設置できるんだね。これ例えばさ、さっきのダッシュボードの見本にもあったけど、これを外して、よいしょ。いや、かなり粘着力強いな、これ。よいしょ。よいしょ。いいよ。かなり、いいよ。かなり強いな、これ。よいしょ。いいよ。すげえ粘着力だな、これ。いいよ。ちょっと待ってよ。いや、よいしょ。くぅ。はい、取れた。これで取れて。はい、ダッシュボードにこうやってね、つけるよね。うん。で、パチンってつけたら、これ、下までほら、こうやっていくから。このフラっていうのも下に行くから。で、ここでこうして固定をして、上に向ければ、ね、ダッシュボードの下にスマホを固定することができますよってことなんだね、これね。いやー、すごい粘着力だね、これね。しかし。それで、まだまだ、これだけじゃないんだよね、実は。もっと驚いてほしいのが、ちょっとこっち向きにした方がいいかもしれないね。これ、伸びるんだね、ほら。ほら。ね。はい。こうも、いけるんです。すごいよね。これね、かなりがっちりだね。で、これついてます。ゲル&ゲル。ゲル&ゲル。で、これ、あれだね。車の、フロントガラスのところに、本当はね、ペタッとつけて、やるやつかな。まあ、こういうところに置いてもいいんだろうけどもね。これの脱着がなかなか大変なところにこれくっつけたとか、そのためのものだよね、多分ね。うん、取り付けるとしたら。ね、うん。まあ、一応見てみましょう。これね、うん、マウント固定用のフィルムを剥がしてって書いてある、マウント固定用ではないだね。これ、何の役目これ。4番目。
4番目は、やっぱ9番シートって書いてあるね。そうなんだね。この9番シート、これ、どこに使うのこれ。ちょっと、4番目の9番シートはこれ何に使うのかな。これ視聴者様に教えてもらった方がいいかな。あ、これ、わかった。これ、これか。この、いや、この9番シート、これ、ちょっと待ってよ。いや、これ自体を変えるんだろう、これ。よいしょ。あー、すごいな。これ自体を、これ自体を、これに変更することができるんだろう。これ、違う？こうやって大きく。違う？これ。これ、ここのとこじゃない。これ、交換できるんじゃないの？違うのかな？これ。そうなのかな？そうであってほしいけどね。よいしょ。ちょっとパッと見た感じでは、ちょっとわかんなかったよね、これね。あ、でもなんか取れそうもないね、これね。取れそうもないです。これは何に使うんだろう。ちょっと謎だね。謎だね。なんで使い方が載ってないんだろう。もう英語になっちゃった。謎だね、これね。両面になってるからさ、これどこに使うんだろうね、これね。はい。まあ、わかんないけどね、こういう使い方です。今回はね、すごいお得なシールやってますよっていう情報なんで、ちょっとお値段の方をね、あと紹介したいと思います。今ね、気になって調べたんだけど、でっかいジェルね、何に使うんだろうね、ちょっとよくわかんなかった、ページ見てもね。わかる方いたらまた教えてください。はい。じゃあ、あとね、ちょっとここでも試してみるけれども、実際に今スマートフォンをね、ここに持ってきました。シャオミです。これね。で、今回の売り文句の一つの中に、はい。まずは、ここ。ここね。ここ。で、ここのところがしっかりとした滑り止めになっているということです。ね。触った感じね。あ、そうだね。ゴム。ね。で、前面にベタじゃなくて、ここに一応空気が入るようになってるんだね。こう取れるようになってるんだね。で、ここの爪のところで、フックで引っかかるようになってて、で、ここを押すと1秒で、ポワン。はい、開いた。ね。これ楽だよね。白くね。昔のやつって、これがなかったんだよ。よく落としたよね。経験あるでしょ皆さん、これを落としたの。ね。はい。じゃあ、こうして開いたら、こうしてね。はい。こうして乗っけて、そして、はい。これで OK です。で、これ横にしても大丈夫だし、ね。これ、真似してはいけないけども、これね。はい。ひっくり返しても落ちません。それだけしっかりとガッチリ掴んでくれているよっていうね、のをお見せいたしました。まあ、これぐらいちゃんとしっかりホールドしていれば、安心だよね。多少振動があってもね。で、もう一度、またくす。これ、ほんと強力なんだ、これ。ほんとパワーアップしてるね、これね。元々のやつを知らないけど、今までおじいくつかこういうのを紹介したよね。過去に何個もね。こんな強力なゲル初めてだよ。すごいな、これ。はい。これは本当にね、ほら、すごいパワーだ、これは。初期の頃のやつって、ニューって取れちゃうからね。知ってる？みんな弱かった頃のゲルって。パンってやっても、ギュってやると取れちゃうんだよ。だから夏になっても、ふにゃーってこうなっちゃうんだね。これはもうそんなことないよね。逆に取るのがすごい大変だから。ね、はい、そんなわけで、こう、アグロ調整も自由自在にできます。ね。で、高さも調整できます。まあ、長くすると不安定になるものも多いんだけども、これは結構、アームが、太さがしっかりしてるんで、ほら、ね。ほら、安定性がいいね。これね。過去に伸びるやつも紹介したことあるんだけど、やっぱり若干強度が弱まるんだよね、細いとね。
だからやっぱり新しいやつっていうのはどん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 改良されるんだよ。あの中国ってそうなんだよね。商品開発して出すまでにあでもないこうでもない、日本だったらやるんだけど、市はとりあえず出すで、なんか言われたらそこを改良する、でも出す、とりあえず出す、ね、で出してあとこうこうする、じゃあまた改良して出すってね。これがチャイナクオリティなんで、すごいんだよね。進化の仕方、アップグレードをすぐこまめにやってくれるんだよね。日本では考えられないよね。いろいろまずは お試しを作って、これはこうだろう、じゃあしばらく作ってみて、ちょっと意見を募集して、これはこうだった、ああじゃあまたこれ試作を作ってみよう、第2号とかって言いながらね、結局出すまで1年とか2年とかかかっちゃうんだよね。本当で開発費がかかったからなって言いながら、今度ね値段が高くなっちゃうっていう。チャイナはね違うんだよ。こんなにどんどんパワーアップしても今回お安いからね。はい、今回はねお値段でびっくりしてほしいんです。はい、いくよ、もうズバリ言っちゃおうからね、これね、せーのダーン、こんだけ強力なゲルで、はい、お値段の方が2098円になります。なんだけれども、今ここにね 30% オフのクーポンがあります。まあ一応10月の26日までとはなってるけども、おそらく延長するんじゃないかなっておじい思うんだけどもね、あまりにも期間が短いからね。で今 30% オフです。そうすると一体いくらで買えるのか見てみましょう。せーのダーン、はい、カートに入れると1469円になります。送料込みの値段になります。これ Amazon プライム会でなくてもね、これね、2098円だから、もともと2000円超えてるから送料がねかからないんだね。で割引は別だから、この値段に対しても送料無料になってるからね。はい、送料込み、消費税込みのお値段629円の割引で1469円でゲットすることができますね。車の中でのご利用の方、オフィスの中で使う方ね、使い用途はいっぱいなんだけど、とにかくこれゲルが強いで、何に使うのかわからない両面のゲルがくっついているね。使い方わかる方がいたらね、また教えてください。これは結構ねお買い得じゃないかなと思うよ、ぶっちゃけね。はい、参考にしてください。この Amazon のリンク、この動画の説明欄に貼ってあるんでね、一人でも多くの方見てみてください。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画も見てちょうだい。またね、バイバイ。